茨城県道22号北茨城大井湖線は、茨城県北茨城市から、九時郡第五町までを結ぶ県道である。茨城県北部の山間部を東西に横断する、長距離路線で、ほぼ全区間が過疎地域である。1972年3月1日、前進にあたる里見磯原線の一部、下、君田中郷停車場線の一部、徳田高萩線を廃止、統合して、 北茨城市を起点とし、九次郡第五町の終点に至る区間を新たな主要地報道として、茨城県が路線認定した県道である。1995年に、茨城県道の路線再編が行われた際に、整理番号の変更が行われて、整理番号22となり、現在に至る、北茨城市中郷町石岡の大北渓谷沿いに、伸びる道路は、福音教橋の上、 崖と谷が迫っている、道路法の規定に基づき、北茨城市磯原町本町同士磯原、豊田間及び、北町田市子妻町、久慈郡第五町小生狭は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。東日本大震災による、路肩崩壊や落石などにより、 茨城県道1号日立岩木線との交点から高萩市の広域農道との交差点までの約 6.5km が通行止めとなっていたが地産工事が完了したことから2014年12月11日に通行止めが解除された。2016年12月28日に発生した震度6弱の地震により再度通行規制が敷かれており、 2018年10月時点で通行止めとなっていた。2019年1月現在、通行止めは解除されている。茨城県道22号北茨城大井湖線、第五条小生税福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。現在は、日立大田市、徳田町、高萩市へ、 急道移管590メートル、ダム建設による水没にかかる、区域除外3876メートル。道路区域の決定、茨城県法、号外3月1日よりハット ABCDE、一般的県道路県協調所、平成26年4月1日現在、県道路線の認定、茨城県法号外、PP13、道路区域の決定、 道路の供用開始、茨城県法号外、37、県道路線の廃止、茨城県法号外、PP79、道路の区域変更、茨城県法号外、PP78、1314、道路の区域変更、茨城県法号外第36号、PP45、道路の供用開始、茨城県法号外第36号、P7、AB、 道路の共用開始、茨城県法、第22号、PP89、道路の区域変更、茨城県法、第46号、P2、道路の共用開始、茨城県法、第72号、PP57S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省、国時代1275、 建設所、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、p p 8ディス1 2車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1139号、PP61、道路の共用の開始、茨城県法、第1602号、P13、道路の共用の開始、茨城県法、 第1658号、PP6768、道路の区域の変更、茨城県法、第2025号、P10、道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法、第2 9 8十号、PP1828、茨城県通行止め道路情報、高萩工事事務所、お知らせ、茨城県、 2015年3月27日閲覧、ありがとうございます。